皆様こんにちは。フォルクスワーゲン初田でございます。いつも MID チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。本日ご案内いたしますのはコーティングについての動画のご案内でございます。本日は中央自動車工業の大山様に来ていただいております。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとコーティングの何て言うんでしょう、目に見えないところというところが多いので、どういった効果があるのかとか、品質がどれぐらい持つのかとか、あまり普段こう営業マンとお話しできないようなことをご案内できればしていきたいなと思っておりますので、いろいろと教えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの車には今 XG というコーティングが施工してある。弊社ご提供いただいているのがガードコスメ SP、WG、あと XG、この3個グレード別でご提供いただいているかなとは思うんですが、大きく分けて違いっていうのはどうなってるんでしょうか。まずガードコスメ SP はガラスとフッ素のハイブリッドタイプのコーティングなんですけども、はい、これはガラスの一層コーティングになります。WG は、はい、まあ、ダブルガラスの、ことを今していまして、はい、2層タイプのガラスのコーティングになります。XG は3層タイプのガラスのコーティングになります。で、ガラスの厚みが増しているので、艶や光沢っていうのはもちろん高くなってくるんですけど、水の流れ落ちやすさというのが一番変わってきます。今、水の私準備してるので、はい、かけてみてもいいですか。はい、お願いします。本当は、こう半分で区切ってたりしたら分かりやすかったかなと思うんですけど、1枚かかってる状態なので全体にかけていきます。まあ、ほぼ水滴が残らない、あとはさっと拭き取るぐらいでも水分も全て取れてしまうようなイメージです。なんて言うんでしょう、流水性、流水性、はい、どの下にこう垂れ流すような感じですか。メンテナンスとかはどうすれば。メンテナンスは一応付属のメンテナンスクリーナーが2種類あるんですけど、それぞれ汚れの状況に応じて使い分けていただくように。そんな頻繁にやる必要はない。そうです、基本は水洗いの洗車だけでできないんですけども、汚れが気になった際に使っていただくと、より効果的かなと思います。5年間保証がついているそうです。何かこうムラとかが出てきたときは言っていただければ確認していただいて、はい、メンテナンス再生後そういうのをやっていただけるっていう、はい、そんな商品になっています。終わりです。